新札幌駅は、北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目に、ある、札幌市交通局の駅。駅番号は、T19。地下鉄東西線の東側の起点、終点となる駅。札幌市厚別区のいわゆる新札幌副都心に位置し、北海道旅客鉄道新札幌駅、新札幌バスターミナルや、タクシー乗り場に隣接している。 JR 新札幌駅とは表記が異なり、ひらがな表記の新札幌が正式名称となっている。札幌市交通局によると、これは近接する JR 新札幌駅と区別するためであるとのこと。南北線、東方線の札幌駅がひらがな表記になっているのも同じ理由である。なお、札幌市営地下鉄では他に JR 北海道と同名の駅として、 白石駅とことに駅が存在するが、これらは、JR 白石駅や JR ことに駅とは、離れた位置にあり、混同しづらいことから区別をつけず、JR 駅と同じ漢字表記となっている。厚別青葉通りの地下にあり、構築形式は、地下2階になっている。一面二線の島式ホームであり、駅ホームの福音は、札幌市営地下鉄の中で最も広い約15メートル。 延長が170メートルある。出入口は9箇所ある。ひばりが丘駅方に転鉄機があるが、当駅では東西線反対側の終点駅である、宮の沢駅とは異なり、原則として電車は1番ホームに到着後、一旦奥の引っ込み線に改装され、その後2番ホームに入線して出発する方式を取っている。ただし、前日からの夜間退泊となる。 早朝の列車は1番ホームからの発車となる。北改札口に、駅ホームと改札口を結ぶエレベーターを、9番出入り口に、コンコースと地上を結ぶエレベーターを、8番出口に、コンコースと1階と JR のコンコースのある2階とを結ぶエレベーターを設置している。また、1番出入り口の上り方向、新札幌駅や新札幌バスターミナルに通じる5番8番出入り口の、 上り降り両方向にエスカレーターを設置している。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は2581人であり、札幌市営地下鉄の中では、札幌駅、大通駅に次いで3番目に利用客が多い駅になっている。駅ビル、新札幌駅、ターミナルビル、サンピアザショッピングセンターに直結しており、 札幌副都心開発校舎が管理、運営している施設は愛称を、新札幌アーク式としている。札幌学院大学新札幌キャンパスまで一番出口から、徒歩約一分。札幌看護医療専門学校や、羊が丘病院まで一番出口から徒歩約三分。地域医療機能推進機構札幌北新病院まで九番出口から、徒歩約三分。 新札幌循環器病院まで5番出口から徒歩約5分、北海道札幌方面厚別警察署まで徒歩約6分に位置している。ありがとうございます。